ビクトル・ブローネル、またはブラウネルは、ルーマニアに生まれ、フランスで活躍した画家。1930年代に、パリで、アンドレ・ブルトン、イブ・タン・ギーラに出会い、シュルレアリスムの運動に参加。ユダヤ人である、彼は、第二次世界大戦中に亡命を希望したが果たせず、オートイコール・アルプ県の小村に隠れ住んで制作を、続け、独自の老画の技法を生み出した。夢や、 無意識の表彰、精神分析、神秘主義、プリミティビズム、エロティシズムなどを特徴とする作品を制作。代表作、眼球を摘出した自画像を完成した7年後に偶然にも左目を失う。詩人ルネシャールに未来を原始する画家と称された。ビクトル・ブローネルは1903年6月15日。 カルパチア山脈の麓のピアトラ・ネアムツのユダヤ人家庭に生まれた。三人兄弟の長男で、次男ハリー・ブローネルは民族学者、作曲家で、三男テオドール・ブローネルは写真家、画家でビクトルと同様にシュルレアリスムの運動に参加した。父は林業が盛んなピアトラ・ネアムツで製材所を経営していた。高齢術や心霊術に傾倒していた父が、 息子ビクトルにこの行いに参加させたことが、後に彼の絵画に影響したという指摘もある。ビクトルが10歳の時、一家はドイツに移住し、オーストリアに一時滞在した後、ルーマニアに戻った。ピアトラネアムツの南約250キロのところにあるブライラに今日構え、ビクトルは1916年から1918年までブライラ福音学校に学んだ。 1919年に、ブカレスト国立美術学校に入学し、セザンヌ風の風景画を描き始めたが、彼の作品は風紀を乱すとして1921年に退学処分を受けた。1924年に、ブカレスト国立美術学校労働組合の画廊で、最初の個展を開き、詩人イラリエ・ボロンカと共に、ダダイスムの雑誌、75HP を創刊。この雑誌に、 絵画でも、詩でもない、絵画史宣言を掲載した。翌25年に突出し、パリに数ヶ月滞在した。パリでは、前年に、シュルレアリスム宣言が発表され、また、アナトール・フランスが死去すると、この権威的な存在を葬り去り、乗り越えようとするシュルレアリスムの最初の象徴的な、事件である、小冊子、死骸が刊行されたばかりであった。 この運動の現場を目撃した、ブローネルは、ブカレストに戻ると、表現主義、ロシア構成主義、ダダイスムなどの前衛芸術運動に参加し、これらの運動の機関誌であり、ついでシュルレアリスム運動の機関誌ともなった、ウヌに寄稿した。1930年に、マルギット・コスと結婚。同年に、再び突出し、パリで、同郷人のコンスタンティン・ブランクー氏のほか、イブタンギー。 アルベルト・ジャコメッティに出会い、当時、タンギーとジャコメッティが住んでいた14区、ムーラン・ベール通りのアパートに部屋を借りた。1931年に代表作、眼球を摘出した自画像を完成。偶然にもこの7年後に左目を失うことになる。また、イブ・タンギーを介して、ジョルジョ・デ・キリコとアンドレ・ブルトンに出会い、シュルレアリスムに参加。 1933年におもじった第4回、シュラン・デパンダン・展に出展。1934年に、ピエール・ガローで、パリで、最初の個展が開催され、図録の序文をブルトンが執筆した。ブルトンは特に、アルフレッド・ジャリの、指王から着想を終え、これを当時欧州で台頭した独裁者として、継承化した不気味な人物像、軽イの奇妙な事例を絶賛した。同じ頃、 ピカソ、バルチュス、ビフレドラムラとも交友を深め、またニューヨーク近代美術館など他国で開催されたシュルレアリスム展にも出展した。経済的な理由によりルーマニアに帰国。短期間だが共産党に入党するが鉄営団が起こり、ユダヤ人の前衛芸術家はルーマニアの伝統である古典的な美の規範から逸脱し、 ユダヤ人のニヒリズムの精神を表現していると批判されて、1938年、フランスへの亡命を決意した。同年、パリでジャクリーヌ・ワブラームに出会った。8月27日、モンパールナス駅近くのオスカル・ドミンゲスの自宅には会、画家たちが集まって飲んでいたとき、ドミンゲスが酔った勢いで、エステバン、フランセスと喧嘩になり、 ドミンゲスが投げつけたガラス瓶の破片が仲裁に入ったブローネルの左目に突き刺さった。この場に居合わせた岡本太郎は後に美術雑誌アトリエのビクトル・ブローネル特集号にブローネルの話として寄稿している。ブローネルは左目を失い義眼を入れることになった。ドミンゲスがブローネルに当てた謝罪の手紙が国立近代美術館。 カンディンスキート書館に保管されている。1940年5月にナチスドイツがフランスに侵攻し、同年6月22日に独仏休戦協定が締結されると、ユダヤ人であるブローネルは南部の自由地帯に逃れた。最初はベルピニャンに住むシュルレアリシムの詩人、ロベール・リウスのもとに身を寄せた。1940年10月3日に、 ユダヤ人の身分に関する最初の法律が成立した翌10月4日にユダヤ系外国人の場合は即刻逮捕し収容所に移送することができるとするユダヤ人排斥法が可決された。また、ヒトラーがフランス国有の美術品を除き、個人像、とりわけユダヤ人が所有する芸術品や資料は安全な場所に保管しなければならないとする命令を発した。 ルーブル美術館の所蔵品を疎開させた貢献によって知られる国立美術館総長でエコールデュルーブル校長のジャック・ジョジャールはこの時ユダヤ人個人像の美術品も合わせて地方の古城に疎開させている一方フランスのユダヤ人ハンナチ運動からを米国に疎開させるためにエレノア・ルーズベルトの支援による緊急救助委員会が結成され米国のジャーナリストバディアン・フライが マルセイユでこの人に当たった。彼は委員会から知識人、芸術家、作家、約200人の一覧を渡され、仲間と共にマルセイユに到着すると、ジャンロンバール通り63番地の18室の一軒家エールベルテを借りた。まもなくこの館にマルセイユに逃れ、著称の発球を待つブルトン、マックス・エルンツとビフレドラム、バンジャマン・ペレ、オスカル・ドミンゲス。 シルバン・イット・キーヌ・ラ・シュルリアリストが集まり、議論の場、優美な死骸などの制作活動の場となったが、1941年9月に、ビシー政権により追放された。プローネルも1940年11月に、マルセイユで、ブルトンらに合流し、1941年から数ヶ月間は、美術品収集家のペギーグ・グッケンハイムから、経済的支援を受けてこの地に滞在した。 シュルネアリストラがエールベルテイから追放された後も、マルクシャガール、アルママーラー、ハンナアーレントらのユダヤ人を含む2000人以上が、フライの尽力により渡米を果たすことになったが、ブルトンのような格好たる地位も、マルセル・デュシャンやエルンストのように、ペギーグ・グゲケンハイムの愛人として、経済的な支援を受けることもなかった。ブローネルは、アメリカ合衆国から、詐称発給を拒否され、 アルザス出身という偽の身分証明書だけを過労じて手に入れた。1942年5月15日、マルセイユ港でブローネルの友人で最後の米国亡命者としてニューヨーク行きのリオテ原水号に乗船したデューシャンを見送った。フランスに残った友人はレジスタンス運動に参加して後にゲシュタポに逮捕され銃殺刑に処されることになる俳優のイトキーヌ。 フランスへの帰化を拒否され、パリのアトリエに隠れ住み、一度、美術品収集家で、アリスティド・マイオールのモデルであったディナ・ビエルニを介して、ブローネルに送金した、ピカソ、そしてブローネルをかくまったルネシャールだけであった。ブローネルはこれ以後、ジャクリーヌと共にオートイコール・アルプ県の小村に隠れ住んで制作を続けた。1945年にパリに戻り、かつて、 アンリ・ルソーが住んでいた14区ペレル通り2丁目2番のアパートに入居した。翌46年にルソーへのオマージュとして、ルソーの蛇使いの女のパロディー、ペレル通り2丁目2番の出会いを制作した。1946年に亡命先の米国から帰国したブルトンは、デュージャンに連絡を取り、1947年7月7日から9月30日まで、パリのマーグガローで、 第6回国際シュルレアリスム展を開催。この展覧会には、1938年のシュルレアリスム展に出展された、狼、テーブルをはじめとする、ブローネルの代表作、およびブルトン、デューシャンのほかエルンスト、ラム、タンギー、ジョアン・ミロ、ジャン・アルプ、ハンス・ベルメール、アーシュル・ゴーキー、マルセル・ジャン、フレデリック・キースラー、ロベルト・マッタ、ケイ・セージ、ドロ・タ・タニング、 とワイアンらの作品が多数展示され、シュルレアリスムの大規模な開古展となった。ブローネルは戦後の若い世代のシュルレアリストを代表する存在となり、1947年には代表作、シュルレアリストを発表している。だが、1948年にアーシュル・ゴーキーが44歳の若さで自殺すると、ブルトンは、 ロベルト・マッタに誘惑されたゴーキーの妻が家出したためにゴーキーが自殺したのではないかと疑い、マッタを知的な失格、道徳的な不名誉として除名。ブローネルはこれを機にシュルレアリスムの運動と距離を置くようになった。1953年にニューヨークのアレクサンドル・イオラス・ガローで個展を開いた。イオラスはアレクサンドリア生まれでニューヨークのほかパリ、ミラノ、 ジュネーブなどでも、画廊を開設し、ブローネルの作品を世界に広めた。パリの画廊では、ブローネルのほか、ニキド、サンファル、ジャンティン・ゲリー、イブ・クライン、ルネ・マグリット、パウル・クレイなどの展覧会を行い、前衛芸術家を紹介したことで知られる。1954年にベネツィア・ビエンナールに出展。58年に、ミラノのナビリオ画廊での古典のために同地に滞在。 59年から64年にかけて、ニューヨーク、シカゴ、ロンドン、パリなどで多くの個展が開催された。65年には、ウィーンで初の開古展が行われ、ハノーファー、ハーゲン、さらにアムステルダムへ巡回した。モンマルトル墓地のブローネルと、妻、ジャクリーヌの墓から、私にとって絵画は生、本物の生、私の人生と刻まれている。 ブローネルは1961年にセーヌマリティーム、県のサント・マルグリット・シュルメールのバストリバルに今日、定めた。この家を、最初は、ワラブキの家と名付けたが、後に、アタノールに改名。ここで、1965年に、神話と母の日の連作13点を制作した。人間界、動物界、植物界の調和を描いたこの連作では、彫刻が施され、 絵が描かれた額も作品の一部となっている。これらの作品は翌1966年及び1976年にパリ7区のアレクサンドル・イオラス・ガローで開催されたビクトル・ブローネル展で発表された。1963年にフランスに帰化。1966年のベネツィア・ビエンナーレにフランス代表として参加。同年3月12日に死去。 去年62歳。1985年、妻ジャクリーヌにより絵画、素描、陶磁器、彫刻など作品のほとんどが国に寄贈された。これらは現在、主にパリ市立近代美術館とポンピドゥセンター内、国立近代美術館が所蔵している。ブローネルは妻ジャクリーヌと共にモンマルトル墓地に眠る。壊石には、私にとって絵画は生。 本物の生、私の人生と刻まれている。2011年2月9日から5月15日まで、国立新美術館で開催された、シュルレアリスム展、パリ、ポンピドゥセンター所蔵作品によるでは、代表作を含むブローネルの作品、約20点が展示された。パリ市立近代美術館で2020年4月1日から8月1日まで、 ほぼ半世紀ぶりのブローネル回古典が開催される。約80点の絵画のほか、素描、彫刻、その他のオブジェを展示。この後、同年の秋には、バーンズコレクションへ巡回する。規制の秩序を否定、破壊し、無意味化しようとするダダイスムから、突風を機に、むしろ無意味に意味を見出し、無意識、夢、不条理を表現することで現実を超えようとする。 シュルレアリスムに向かった、ブローネルは、滑稽で、無限的で不安を呼び起こす、脅迫的な心象を描き、不可視な世界を可視化するための表現を探求した。とりわけ大きな影響を与えたのは、ジョルジョ・デ・キリコの刑事上絵画であった。一方、第二次大戦中に、多くのシュルレアリストが米国に亡命し、ニューヨークを拠点として活動した時期、ブローネルは、 オートイコールアルプ県の小村で制作を続けたが、油絵を描くための画布がなかったので、針金、石、土、木の葉などを使った。ある日、デュランス川のほとりを歩いている時に、川辺の石に白い線がたくさん走っているのを見て、この非常に美しい効果を自分のものにしたいと思い、ローで溶いた絵の具に熱を加えながら、板に固定する牢画の技法を再発見した。 2000年も前から存在したとされる技法だが、ブローネルの場合は、板に牢を流した後、細い刃物で彫りを入れ、ここに、クルミの樹皮や火皮から取った染料やインクを流し込み、最後に染料を拭き取りながら、溝に染み込ませるという方法であった。仕上がった作品は、人物を図案化したプリミティビズムや、造形芸術のような印象を与える。恐怖と孤独。 そして貧困に苦しんだ時期であったが、創作においては逆に、卑怯、カバラ、錬金術などに対する関心を深め、独自の作品世界を切り開くことになった。これは、ブルトンを中心とするシュルレアリスムの運動から離れた後も同様であり、以後は特定の流派や運動に属すことなく、エロティシズム、客観的偶然、夢や無意識の表彰、神秘学、卑怯、 密教、人格の分離、精神分析、プリミティビズム、さらには伝説上の人物、古代文明の紋章のようなモチーフ、ヒエラティックな題材を扱った作品を制作し続けた。ブローネルは生涯にわたってシュルレアリスムを追求し続けた画家であった。詳細については、判例に記した資料及び作品を所蔵する主な美術館、所蔵作品の 各サイトを参照のこと。2011年2月9日から5月15日まで、国立新美術館で開催された、シュルレアリスム展、パリ、ポンピドゥセンター所蔵作品によるの展示作品。ポンピドゥセンターは、ポンピドゥセンター内国立近代美術館。ありがとうございます。